日本橋みゆきビルは東京都中央区日本橋一丁目に所在した建築物である旧村井銀行のエントランスビル出入り口の一つとして使用されていた1975年東海銀行と同行の系列の新東商開発により日本橋東海ビルの名称で竣工レンガ色の外壁と三角形に近い敷地である ことから中央通りに面した側の鋭角な外観が特徴的で、1976年には日本建設業連合会主催の第17回 b c s 賞を受賞した。後に三菱 HC、キャピタルグループの株式会社みゆきビルディングに所有権が移り、日本橋みゆきビルに名称変更した。その後も東海銀行の更新業である三菱、 UFJ 銀行が日本橋中央支店を置いていた。北側は日本橋の村ビルディング、南側は日本橋西川ビルに隣接する。この地には本ビル建築以前には京都出身の村井吉兵衛が設立した村井銀行の社屋があった。本ビル北東側には村井銀行社屋の出入り口が残されていた。本ビルを含む東西を昭和通りと中央通り、 南北を日本橋一丁目三井ビルディングと日本橋側に囲まれた約3.0ヘクタールは日本橋一丁目中築市街地再開発として高さ287メートルの超高層建築物の建設を含む再開発事業が行われることとなり2020年11月より日本橋西川ビルや東側の中小規模のビルと共に解体が始められた外区のうち コンビルが所在していた位置は地上広場となる計画である。ありがとうございます。